さあ、買ってきましたけどね、もう暗いや。買ってる間にだいぶ暗くなった。なんかいろいろ買ってきましたよと。やばい、お惣菜系買っちゃったんで、これは今日中にどれかしないといけないんだけど。いろいろ買っちゃった。でね、よかったら売ってましたよ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。じゃじゃーん。これですね。よかった。ラス1でした。サバの丸焼きってことでね。まあ、また後でちゃんと写真撮ってって載せますけどね。びっくりするでしょ？絶対売ってるんですよ。もう、ほんと、福井のスーパーだったら当たり前のように惣菜コーナー。今回水産、ハニーは水産コーナーに売ってましたけどね。こんな感じで串に刺して、サバをね、売ってるんです。こっちの名産なんですよね、実は。逆に、もしかしたら、こっちの方の人からしてみたら、どこのスーパーでも売ってるもんだろうと思ってるかもしれませんけど、実はね、これはもう福井に来た時の名産なんですよね。ちなみにお前どうするんやって、弁当もね、買って、他にもいろいろ買っちゃってるんですけど、どうするんや、これは他のやつと一緒にね、食べれんかもしれんやろって思うかもしれませんけどね。安心してください。これはですね、実は明日まで OK なんです。そう、焼きそばっていうのはもともと、サバ街道って言って、このサバエ、このすぐ横のサバエ市ですよね。あのあたりがやっぱサバが取れるわけです。名前の通り。サバエ市って名前からもわかります通り、サバが取れますよと。で、その取ったサバを京都まで持っていく。まあ京都とか大阪まで持っていくと。まあ基本的には京都に、が、その中心になってるんで、京都にその、要は食べ物を、食料を供給するってわけですよね。ってなった時に、サバをね、そのまま持ってくと、傷んじゃうじゃないですか。青魚ですか。今みたいに冷蔵技術とかがね、進んでない時にはね、これはちょっと、無理じゃないですか。っていうことで、じゃあどうするかっていうと、サバを焼いてですね、焼いて、まあ、殺菌してね、日持ちよくするようにして、焼いた状態で、さあ、こうしてあって、サバ街道って言われるね、街道を通って、サバからこの京都の方に運んで持ってきてたよっていうことなんで、こっちの方ではサバを焼くっていう文化がすごくあると。それが残ってて、今でもスーパーで絶対ね、このね、サバの丸焼きはね、この辺りのスーパーならどこでも買えるんですよ。ただまあ、ラス1できたけどっていうことで、よかった、買えたってことでね。で、あとは、何買ったかっていうと、これですね、安倍川餅ですね。安倍川ってことでね。これもこっちの名産ですからね。やっぱね、こういうのね、そういう、ね、ちゃんとしたところで買うのもいいですけど、こういったね、スーパーで買うとね、これ250円なんですよ。ありがたいですね。この辺りね、やっぱね、価格がね、やっぱリーズナブルに、地元の人向けに作ってある。だから入れ物とかはね、もう、チープなね、やつになってますけど、その分ちゃんと安くなってるからありがたいですね。あとなんかね、こんなね、東京納豆ってのを売ってて、なんだろうと思ったら、これなんかプライベートブランドらしいんですよ、ハニーさんの。こんなんあるんだってことで、これも買ってみました。これで、ね、一箱みたいです。でかいっすよね。で、あとは、なんかこっち、大野の方ってなんかこんな感じで、豆腐とかが有名らしくて、さつま揚げが売ってたんで、大野のさつま揚げって、これ地元のメーカーさんが作ってるらしいです。吉田食品さんっていうのが作ってるらしいんで。これを買ってきました。ちょっとね、もうちょっと暗くて映りが悪いんで、また後でね、ちゃんと他の出しますけどね。で、まあ、ごまはいいや。どこでも売ってる。ここ CGC なんですね。で、やっぱね、越前といえば越前そばだろうとこって、まあ、ちょっとこの時間なんで、もうどこもね、やってなさそうなんで、でね、閉まっちゃう時間になっちゃうんで、買っときました、越前そば。なんか、めちゃくちゃ太いですね。で、見とったら、普通の、うちらが知ってるそばの太さのやつもあったんですけど、なんか、いや、越前だったらこれみたいな、ね、太いそばがなんか有名みたいです。で、太いサイズと普通サイズとか売ってるんですけど、まあ、太いサイズの方のがなんか、越前といえばこれみたいな感じで置いてあったんで、じゃあ買ってこうかなって。地元の人がそんな感じでね、買うんだったら、きっとこっちの方のが人気なんだろうなってことでね、買ってきました。あとはね、これは福井じゃないですけどね、寿司寿司が売ってたんですよ。これは、金沢の名産ですね。ということで、金沢伝統の、どこだったっけな。生産地どこになってる？石川県金沢市の稲穂にある柴寿司さんですね。柴寿司様の、さ、芝の様の、芝寿司様の笹寿司ということで、ちょっと、なんか、ん？だよね？芝寿司だよな？あ、芝寿司だ。面白いですね。芝寿司の、さんの、サバ寿司っていうのが売ってたん、あ、サバじゃない、笹寿司。で、な、中身にはサバも入ってます。なんだっけ、サバと、サバとなん、鮭と、もう一つなんだろうな。タイだ。
が入ってましたね。6位で、705円だったっけな、800円だ。ちょうど800円だったかなっていう感じですね。手入れ売ってましたよ。で、あとは最後にね、そう、ちょうどね、もうすぐ醤油が切れる。で、下関の方は今甘口醤油を使ってるんですね。あっちの方ってその、山口だと九州醤油じゃなくなると思ってたんですけど、下関に関しては九州とやっぱ結びつきが強いもんで、かなり下関で作ってる醤油っていうのはかなりあの九州寄りの醤油ってことで、実際今使ってる醤油もめちゃくちゃ結構甘くてる、九州醤油にかなり、な感じで、非常に美味しかったな。ああ、なるほど。下関ので作ってるやつでもこんな感じなんだっていうのがあったんですけど、なんかね、こっちもね、本当に美味しい玉醤油って売ってたんですよ。これは、福井で作ってるやつらしいんですけど、なんかね、これね、甘露ってなっておって、なんかね、相当甘口な設定らしいです。まあ一応濃い口醤油っていう風にはなってますけどね。あ、確かにでも原材料に砂糖入ってるもん。っていう感じで、かなり甘口で作ってある醤油らしいんで、どうなんだ、九州醤油とはどんな感じで違うのかなって気になったんだよね。醤油はね、いくらあったって大丈夫ですからね。もう、醤油は万能ですからね。っていう感じで買ってきましたよと。あ、ちなみに、あっちで買ってると出してなかったっけ？よいしょ。これ3日に実家に帰るんで、その、鮎を食べに行くっていうのでね、それ用に、ほんの気持ちを買ってきました。うち用のね。すごいです。これ、商品名が、ほんの気持ちですっていう商品名らしいです。歌詞詰め合わせ、ほんの気持ち。すごいですね。名称、ほんの気持ちってなってますね。すごい。っていうのがありました。参考にちょうどいいなっていうことでね。陽明堂ってところ。これも大野の、大野市の陽明町ってところにあるらしいです。あとこれは、安倍川越とはまた別で、ソフト、なんだこれ、地点、これも大野らしいんですけど、ケンケラっていうのがあるらしいです。全然聞いたことないし、何なのかわからないですけど、これは、おさやさんっていうところになってますね。大野市。あ、これも陽明町になってる。陽明町があれ、あ、これ一緒のところか？いや、陽明堂だから別の会社だ。別の会社なんだけど、陽明町三丁目にあって、こっちは。こっちは陽明町の一丁目らしいです。陽明町ってところがなんかお菓子のあれなんでしょうかね。うん。っていうふうな感じで買ってきましたよってことでございます。なんて話をしてた7時でございますけど、どうするんだよ。あ、今から帰る気力分かんない。あ、でもそうだ、あそこだけ寄ってかないとね。寄るのこれ。どうすんだ。あ、あとね、なんかよくわかんないけど、こんな、富士バーグっていうのが取ったね。これも買ってきました。何かわかりません。なんか揚げ物みたいですけど、鶴ヶのソウルフードらしいです。鶴ヶのソウルフードらしいんですけど、私聞いたことね、わかんねえ。富士バーグっていうバーグで、ハンバーグなのかコロッケなのかわかりません。衣まとってる感じなんだけど、なんだろう。ハンバーグに衣をつけてコロッケみたいにしてんのかな、富士バーグっていうのがあるらしいです。つづかではもう愛されて40年らしいんで、私の同い口ぐらい愛されてるらしいですけど、私愛されてるかな、怪しいな。皆さん愛してくれてくださいね。大丈夫ですよね。うん。これを見てくださってる皆さんは愛してくれてると思う。うん。で、まあ一応ね、ニコ動で最初から見ていただいてる方だったら、きっと、15年ぐらい愛してくれてるはずだし、まあ創業当時からね、愛してくださってる方だったらもう20年ね、以上ね、愛してくださってるはずなんですけど、誰がいいんだ？誰がいるんだ？メンバーですらね。創業当時からのメンバー。今元気にしてるのかな？って感じですけどね。あと、なんかこれも、ここの、名物らしいです。名物。揚げの炊いたのって。炊いたのって名前がすごいですね。ここのね、全部ね、炊いたのとか煮たのとかってね、豆の煮たのとかね、すごい。そんな、うん、煮物とかね、炊き物とかだったらわかりますけど、炊いたのってね、なかなかすごいですね。で、まあでもここで、お店で、インストアで手作り惣菜売ってるらしいんで、結構お汁もじわっとしてるんで、あ、これもちょっと美味しそうだなってことで、消費券5月2日3日ってなってるんで、まあ今から頑張って家に帰っても、開けてかなくても大丈夫かなっていう感じなんでね、そんな感じで買ってきましたよと。じゃんじゃん。とりあえず駅前を探そう。
駅はどっちなんだろう。